今回は Apple TV 4K と Apple TV HD の違いについてご紹介します。2021年4月に Apple TV 4K 第1世代の後継モデルとなる Apple TV 4K 第2世代が発表されました。この Apple TV 4K はその名の通り 4K に対応していることはわかるのですが、見た目やデザインは Apple TV HD とほとんど同じです。 そのため、Apple TV 4K と Apple TV HD は何が違うのと疑問に感じている方も多いと思います。そこで今回は Apple TV 4K と Apple TV HD の違いについて見ていきましょう。Apple TV 4K 第2世代と Apple TV HD のどちらを購入するか迷っているという方もぜひ参考にしてみてください。 1>, 1つ目の Apple TV 4K と Apple TV HD の違いは解像度です Apple TV 4K 第2世代は 4K 解像度である 2160p までの出力に対応していて Apple TV HD は HD 解像度である 1080p までの出力に対応していますそのため当然ながらお使いのテレビが 4K なら Apple TV 4K を テレビが HD なら Apple TV HD を選択するのがベストだと考えがちです。しかしながら Apple TV 4K 第2世代は HD テレビでも使うことができます。そのためお使いのテレビが HD でもいつか買い換えるときのことを考えて Apple TV 4K 第2世代を選択しておいても問題はありません。このように Apple TV 4K と Apple TV HD の違いの一つに 解像度があります。二つ目の Apple TV 4K と Apple TV HD の違いは HDR 対応です。Apple TV 4K 第二世代では HDR10、ドルビービジョンの出力に対応していますが Apple TV HD では HDR の出力には対応していないため SDR 出力になります。HDR10 やドルビービジョンに対応したコンテンツは iTunes の映画 Apple TV プラス、ネットフリックス、n p r i プライムビデオなどで見ることができます。そのため、HDR 対応のテレビを持っている方はぜひ、p p l e TV4K 第2世代を選択したいところです。このように、Apple TV4K と Apple TVHD の違いの一つに、HDR 対応があります。三つ目の、Apple TV4K と Apple TVHD の違いは、サラウンドです。 Apple TV4K 第2世代では、ドルビーデジタル5.1、ドルビーデジタルプラス7.1、ドルビーアトモスに対応していますが、Apple TVHD はドルビーアトモスには非対応です。ドルビーアトモスに対応するコンテンツは、iTunes の映画、AppleTV プラス、Netflix などで見ることができます。そのため、ドルビーアトモス対応のテレビやスピーカーを持っている方は、ぜひ、 Apple t v 4 k 第2世代を選択したいところです。このように、Apple t v 4 k と Apple t v h d の違いの一つにサラウンドがあります。四つ目の Apple t v 4 k と Apple t v h d の違いはプロセッサーです。Apple t v 4 k 第2世代には iPhone XR、XS、iPad Air 第3世代、iPad 第8世代と同じ a 1 2バイオニックのチップが搭載されています。 アップル TBHD では iPhone6 と同じ A8 のチップが搭載されています。Geekbench5 のベンチマークスコアによると A12Bionic の CPU マルチスコアは2436となっていて A8 の CPU マルチスコアは567となっています。つまり、単純計算では AppleTB4K 第2世代の方が Apple TBHD よりも約4.3倍処理能力が高いということになります。ここまでスペックに差があるなら、テレビが HD であっても、Apple TB4K 第2世代を選択するのもありだと思います。このように、Apple TB4K と Apple TBHD の違いの一つに、プロセッサーがあります。五つ目の、Apple TB4K と Apple TBHD の違いは、ストレージです。 ストレージ容量を見ると、Apple TV 4K 第2世代は 32GB と 64GB の2モデルで、Apple TV HD は 32GB のみの販売となります。Apple TV では、それほどストレージ容量を使うことはないのですが、アプリをたくさんインストールしたり、容量の大きいゲームや Apple Arcade を遊びたいという方は、Apple TV 4K 第2世代の 64GB がおすすめになります。 このように Apple TV4K と Apple TV HD の違いの一つにストレージがあります。6つ目の Apple TV4K と Apple TV HD の違いは RAM です。RAM の容量を比べてみると Apple TV4K 第2世代は 3GB 以上となっていて Apple TV HD は 2GB となっています。 そのため、単純計算では、Apple TV 4K 第2世代の方が約1.5倍以上、アプリ、ゲームの動作や、マルチタスクの切り替えなどに余裕があることになります。このように、Apple TV 4K と Apple TV HD の違いの一つに、RAM があります。七つ目の、Apple TV 4K と Apple TV HD の違いは、Wi-Fi です。Apple TV 4K 第2世代は、 Wi-Fi 6, Apple TV HD は Wi-Fi 5に対応しています。そのため、Wi-Fi 6に対応するルーターをお使いの場合は、Apple TV 4系第二世代では、より快適に Wi-Fi で動画の視聴を楽しむことができます。このように、Apple TV 4 k と Apple TV HD の違いの一つに、Wi-Fi があります。八つ目の、Apple TV 4 k と Apple TV HD の違いは、 有線 LAN です Apple TV 4K 第二世代と Apple TV HD にはどちらも有線 LAN の接続ポートが搭載されているのですがこれが Apple TV 4K 第二世代では最大 1000Mbps の Gigabit Ethernet で Apple TV HD では最大 100Mbps となっていますそのためギガビット対応の環境で有線 LAN 接続をすれば アップル TB4K 第2世代の方が最大10倍高速になります。このようにアップル TB4K とアップル TBHD の違いの一つに有 LAN があります。ここの詰めのアップル TB4K とアップル TBHD の違いは Bluetooth です。アップル TB4K 第2世代は Bluetooth 5.0、アップル TBHD は Bluetooth 4.0の対応となります。 Bluetooth 4.0は、ローエナジーの最大データレートが1 m b ビッ p パー s カンドであるのに対し、Bluetooth 5.0では、ローエナジーの最大データレートが2 m b ビッ p パー s カンドと、単純計算では2倍高速になっています。また、Bluetooth 5.0では、到達距離が400メートルと、より広範囲で接続することが可能です。そのため、 Apple TV 4K 第2世代では、Bluetooth 5.0に対応したイヤホン、ヘッドホン、スピーカーなどを接続して、より快適に楽しむことができます。このように、Apple TV 4K と Apple TV HD の違いの一つに、Bluetooth があります。10個目の Apple TV 4K と Apple TV HD の違いは HDMI です。 アップル TB4K 第2世代の HDMI のバージョンは2.1アップル TBHD の HDMI のバージョンは1.4となっていますそのためお使いのテレビが HDMI2.1 に対応していてアップル TB4K 第2世代を使う場合はぜひバージョン2.1に対応した HDMI ケーブルを用意しましょうこのようにアップル TB4K と アップル t v h d の違いの一つに HDMI があります。11個目の a p p l e t v 4 k と a p p l e t v h d の違いは価格です。a p p l e t v 4 k 第2世代の価格は 32GB が21,800円、64GB が23,800円となっていて、a p p l e t v h d の価格は17,800円となっています。 同じ 32GB モデルを比べた場合、Apple TV4K 第二世代と Apple TV HD の価格差は4000円と18%程度しか変わりません。ですが、Apple TV4K 第二世代と Apple TV HD の性能差は約4.3倍となっているため、Apple TV HD は圧倒的にコスパが悪いのです。このように、 アップル TB4K とアップル TBHD の違いの一つに価格があります。ここまでアップル TB4K とアップル TBHD の違いについて見てきました。そして結論を言うと2021年の現代にアップル TBHD は買ってはいけないということになります。アップル TBHD に搭載されている A8 はすでに iOS の更新が終了した iPhone6 と同じものです。つまり、Apple TV HD がいつ TBOS の更新を切り捨てられてもおかしくはないとも言えます。また、Apple TV 4K 第2世代の A12BiONIC と Apple TV HD の A8 の性能差は約4.3倍のため、やはり、今更 Apple TV HD を買うことには何のメリットもありません。 もしも安い方がいいという理由で Apple TV HD を選択する場合は中古市場に出回っている Apple TV HD 第4世代を探すのがおすすめになります。このように2021年に Apple TV HD を買うことはあまりおすすめできません。今回は Apple TV 4K と Apple TV HD の違いについてご紹介しました。 このように Apple TV 4K 第2世代と Apple TV HD の違いには解像度、HDR 対応、サラウンド、プロセッサー、ストレージ、RAM、Wi-Fi、有線 LAN、Bluetooth、HDMI、価格があります。Apple TV 4K 第2世代と Apple TV HD は見た目こそほとんど同じですが、中身が大きく異なっています。もちろん、 どちらも同じ TBOS を搭載していますし、App Store のアプリも同じものが使えます。ですが、プロセッサの性能差が約4.3倍もあるため、2021年に Apple TV HD を買うことはあまりお勧めできません。皆さんも Apple TV で様々な機能を快適に使ってみてはいかがでしょうか